どうもしゅんです。こんにちは。うずうずの岡本です。こんにちは。うずうずの今山です。こんにちは。うずうずのもこちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでですね、本日もうずうずさんにお邪魔させていただいてるんですけども、今回のテーマはですね、こういう学生は就職活動に落ちるとか、失敗しがちみたいな学生の特徴をお伺いできたら嬉しいなっていうふうに思っております。で、そこからなんかどういうふうなところに気をつけて面接だとか、就職活動に取り組めばいいのかみたいなところを学べたら嬉しいなっていうふうに思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今山さんも先ほどカメラ外でカメラ名前を間違えてしまって申し訳ございません。こういろんなこう落ちるパターンがあると思うんですけど、こうまず面接って結構皆さん不安なものかなっていうふうに思うので、面接で一番落ちるパターンをこう紹介できればなと思うんですけれども、もう一つはもうこれ私本当にいつも毎回面接のサポートする時に伝えるんですけど、笑顔がないなんですよ。なるほど。笑顔がない、と思ってると真面目な顔して真面目な話する人って落ちるんですよ。さすがの話。真面目な顔して真面目なことを話したら落ちるんですか？落ちるんですよ。これは本当面接の真実なんですけど、多くの方が誤解してて、面接ってすごくフォーマルな場で真面目に最高に丁寧な敬語を使って話さないとダメだって思い込んでるんですよ。はい、いや本当本当だと思ってました。これがですね、嘘なんですよ。ニコニコしてる人が受かるんですよね。そうなんですね。可愛げというか愛嬌がある人がってことですかね。そうですね。本当にこう笑うのってめちゃくちゃ大事で、正直働いてからもすごくそうなんですけど、はい、笑ってればどうにかなることってめっちゃ多いんですよね。そうなんですか。めっちゃ多いよね。多いですね。逆に笑ってればどうにかなる。笑ってなかったら自信なそうだったら、自分のところに自信ないのかとかって言われたりして変に突っ込まれたりとかで、怒ることってあるんですけど。なんで本当にこう今までこう何千人も面接を送り出してきて、はい、企業さんからのフィードバック何千回も聞いてるんですけど、はい、こうヘラヘラしてるからっていう理由で落ちた人一人もいないんですよ。本当ですか？ないです。ヘラヘラしてるからって僕結構言われるんですけど、それで落ちる。褒められてるんですか？褒められてるんですよ。すごいポジティブになれる。めちゃくちゃ重要な能力だと思います。はい、なんで逆にすごいもうそう言われても笑えないって思っちゃうと思うんですよ。面接ってすごい緊張すると思うんで。そうですね。なんでこれをテクニックとして覚えておくとめちゃくちゃ追加率上がるっていうのは、詰まったり噛んだりするときあるじゃないですか。私も今こうやって話してる間にもめっちゃ詰まりましたし噛んだりしたんですよ。多分編集では綺麗に話してるに聞こえると思うんですけど、はい、詰まったりしてるんですけど、でもこうしゅんさん聞いてても別にまあいいかなって思うじゃないですか、はい、面接官もそう思ってるんですよ。自分だけはやべって思ってるんですよ。なるほど。そこで焦らない方がいいですね。そうなんですよ。焦らないためにどうするかっていうと、てへって笑うんですよ。その噛んだタイミングで、噛んだ時、あ、噛んじたみたいな。これをするぞと思ってると、噛んだ時はピンチじゃなくてめっちゃチャンスになるんですよ。なるほど。かわいらしい。かわいらしい。かわいげみたいなところをそこで出すっていう。てへれば浮かびます。てへれば浮かびます。てへれば浮かびます。これだけ持ち帰ってほしいです。てへって笑うといいってことですよね。はい、あ、じゃあ噛んだら笑うっていう。噛んだら笑う。詰まっても笑う。詰まっても笑う。あ、いいこと聞きました。ぜひぜひ。それはもう何にでも共通するかもしれないですね。商談とか営業もそうですし。で、その落ちる学生の特徴みたいなことをお伺いしてるんですけども、はい、今宮、あ、ごめんなさい、いや、本当に今川、今川です。って言ったら、うざいな、自分でもちょっとダメな、めちゃくちゃ叩かれるだろうな。ということで、ですね、落ちる学生の特徴みたいなものをと今山さんから何かあればお伺いしたいです。あ、はい、ありがとうございます。落ちる学生の、特徴というところで言うと、はい、過去自分がこういう経験をしたから、それを生かしたいっていうのがすごく主張として強すぎるとちょっと落ちてしまう傾向があるなというふうに思ってます。で、具体的にどういうことかっていうと、例えばゼミ長の経験をして主体性をめちゃめちゃ磨きましたとか、アルバイトリーダーでなんかこういう、なんでしょう、マネジメントの部分をめっちゃできました、だからこれを御社のこの職種でめっちゃ活かしたいんですとかっていう、できるから取ってくれっていうアピールが強すぎると少し響かないみたいなところもあったりするかなと。なるほど。今できることだけを言うみたいな感じですかね。そうですね、そうですね。逆に言うとなんか自慢だらしいじゃないですけど、生きているみたいな感じですかね。そうですね、そうですね。ちょっと、うん、
ストレートな言い方をするとまっすぐいうところになってくるかなと、はい、なるほど、はい、じゃあどういう学生だと、もっと言うとどういうふうにすれば受かりやすくなるんですかね、うん、そういう学生は。はい、そういうところで言うと、未来志向で考えるとすごくいいかなっていうふうに思っていて、はい、具体的に将来自分はこういうふうになりたい、うん、そうなるためには、今こういう要素が足りなくて、そこをその御社の業界ですとかその職種では身につけられる、だから行きたいんだっていう伝え方、自分に足りないものはここで、そこを身につけたいからっていう目線もあるとめちゃめちゃいいかなっていうふうに、はい、まあ、確かにそうですよね、うん、なんかその未来志向の人が、なんか周りでも内定を取っているイメージがあります、すごく、うん、しかも取る側からしても、そうなんですかね、さっきの岡本さんの話じゃないですけど、はい、ポテンシャルにかけて取ってると思うので、うん、そうですね、そういう人を取りたいって人事の方も思う気がします、なんとなく実際結構現場でもそうですね、現場っていうのがそう人事の方と話していても、はい、今できることっていうのはもちろん評価するけれども、うん、そこから先どうなりたいかとか、うん、その未来に近づくためにどんな努力とか行動をしているかみたいな、そういうところを見ている人事の方が多いですね。なるほど、確かにそのなりたい姿と今の現状のギャップを認識して行動している人が、素晴らしそうですね、おっしゃる通り。面接官に過去のところが、響くか響かないって言ったら、響く分ってめっちゃあるんですけど、うん、未来のこと言わないのってすごくもったいなくて、うん、これなぜかというと、こう面接官目線で考えるのってめちゃくちゃ大事なんですけど、はい、新卒の方を採用する面接官ってどう思ってるかというと、即戦力採用したいと思ってないんですよ。採用して育てて未来に活躍してくれる人を採用したいと思ってるんですよ。確かにっていう風なことを思ってるんで、未来の話聞きたいんですよ。過去ももちろん大事なんですよ、どんな人なのかなっていうのを知りたいんで、そこも教えてほしいんですけど、ここがないとこう、うん、じゃあうちのこんな風に未来成長していってほしいと重なるのかな、重ならないのかなっていうところの答えが分かんない状態になるんで、そこをこう伝えてあげるっていうのは面接官に対してもすごく優しいコミュニケーションになるかなっていうふうに思います。確かに、うん、なんかどうしても就活生の立場だと今できることとかこれまでやってきたこと、うん、そうですよね、を言わなきゃっていう気持ちになりがちなんですけども、それだけじゃなくて、なりたい姿とか未来のことに触れられたらもっと受かる確率は高くなるっていう、もうちょっと言うと、今できてないことをできてないって正確素直に言える人は受かりやすいですね。完璧な人って言わなくて、私もそうなんですけど、毎日仕事でミスりますし、あこれミスったな、やっちゃったなって反省することすごく多いんですよ、はい、で多分それって多分10年経ってもずっとそうだなと思いますし、うん、こうそういうものだと思うんですよ、働いてたら全部うまくいかないことって多いと思うんで、はい、でもできてないことをできたふりしちゃったりだとか、うん、背伸びしてこう生きてるぜみたいな感じで言っちゃう人って、やっぱ成長ってどうしても遅くなりがちかなっていう思うので、そうじゃない人ですっていうためにも、できないとかできてないって素直に言ってあげるのはめちゃくちゃ大事かなって思います。そうですね、信用できますもんね、そういう人の、そういう人は信用できますね、素直さというか、うん、すごく大事です。いや、本当の通りだと思います。いや、めちゃくちゃいいポイントがつかめました、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、就活生の皆さんは、なんか落ちる学生の特徴っていうテーマで、お話しさせていただいたんですけども、それだけじゃなくて、なんかこれ、今後やった方がいいこととか、こういう学生だと受かりやすいってことが学べたので、すごい良かったです。ありがとうございました。ありがとうございます。今山さんもちょこちょこ出てる、はい、チャンネルと、岡本さんのヒロちゃんチャンネルも、ヒロさんチャンネルも、下の概要欄にあるので、よかったら覗いてみてください。はい、ということで、今日の動画は終わりです。チャンネル登録お願いします。じゃあな。じゃあな。じゃあもう。オッケーです。じゃあな。